こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、イングランドプレミアリーグのマンチェスターユナイテッドでプレーしておりました、現在アルゼンチンのボカジュニオルズでプレーしておりますマルコス・ロホの発言について触れていきたいなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきたいなと思います。マルコス・ロホ現在33歳となっておりまして、アルゼンチンのボカジュニオルズでプレーしております。マンチェスターユナイテッドで、プレーしていた期間はですね、2014年から2021年の約6年間、マンチェスターユナイテッドでプレーしておりました。当時の移籍金で27億円近くの金額でスポルディングからですね、マンチェスターユナイテッドに加入したロホなんですけれども、加入して早々ね、出番はある程度与えられていたんですけれども、まあ、徐々に、彼自身の激しいプレースタイルと危なっかしいプレー、そしてマンチェスターユナイテッドがですね、コロ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 と監督を変えたりとか、まあ、していたこともあって、まあ、徐々に、出場機会を失っていたと、まあ、そういった状況の中ですね、レスターからハリー・マグワイアがマンチェスターユナイテッドに加入することになりました。まあ、移籍金は100億円を超える金額で、マンチェスターユナイテッドに加入したので、まあ、当時も、私松もですね、ラジオ収録も活動もさせていただいていたんですけれども、マンチェスターユナイテッドの最終ラインがですね、非常に不安定だと、まあ、言われていた中での補強だったので、まあ、多くの方にとって、期待された補強だったと思うんですよ。ただ、まあ、当時、マルコス・ロホはですね、コンディションが非常に整っていたらしく、自分は今プレーできる状態だということで、出場時間の短さ、出場時間がないという状況に不満を持って、オーレ・グンナー・スールシャール当時の指揮官ですね、彼に対して直談判をしに行ったと。でその時のやりたりを、マルコス・ロホがですね、先日メディアで、コメントで出していたんですけれども、こういった形で、コメントを出しております。2019年、僕は非常に調子が良かった、でも監督は僕よりもマグワイアを起用しようとしたんだ、だからとても苛立った。ある日僕はスールシャールのオフィスに行って、スタメンになれないのなら移籍をすると伝えた。僕がプレーできないのは間違いだとね。でもスールシャールはクラブがマグワイアの獲得に高額を要したから、彼はプレーしなければならないと僕に言ったんだ。彼は毎試合ミスをしていた。だから僕はスールシャールに、毎週大きなミスをしているんだから自分にプレーをさせるべきだと言ったんだ。今はマグワイアが外れてリサンドロ・マルティネスがプレーしていることに感謝したいね、というふうにコメントしております。この発言に関してですね、まあ、マンチェスターユナイテッドのサポーターの方々、まあ、多くの意見を持たれたと思うんですけれども、まあ、個人的な意見としましては、スールシャールも、まあ、問題がありましたし、まあ、ロホ自身にも問題があったので、正直どっこいどっこいだろうというふうに、まあ、個人的には思ってます。まあ、当時の指揮官、まあ、スールシャールなんですけれども、まあ、とにかくですね、まあ、戦術の振り幅が短くて、選手の、まあ、コンディションというかね、選手のメンタルを整えるのは非常にうまいと、まあ、言われていたんですけれども、まあ、実に多彩で、まあ、展開の早い今のプレミアリーグの中で戦っていけるだけの実力を要していなかったと。まあ、そういった中で、まあ、好調になったり悪い時期に入ったりっていう本当に波のあるシーズンを毎試合毎試合、行って、なんとかね、あの契約延長を勝ち取ってユナイテッドの、まあ、監督の椅子に座っていたんですけれども、まあ、とうとうね、彼自身の、まあ、監督としてのマンチェスターユナイテッドでの、歩みっていうところを、まあ、止めなければならないっていう判断になって、まあ、スールシャールが解任されることになったのは、まあ、皆さんもご存知の通りだと思うし、まあ、多くのマンチェスターユナイテッドのサポーターの方々もですね、まあ、スールシャールが、まあ、就任して、まあ、開幕というかね、就任早々は結構ね、連勝は続いていたんですけれども、でもやっぱり内容が乏しくてね、まあ、早めに解任して新たな監督連れてくるべきなんじゃないかっていう意見を持たれていた方は多いと思うんですよ。なのでスールシャール自身に問題があったことは間違いないんですね。でなおかつ、まあ、この発言、マルコス・ロホの発言が、まあ、真実なのだとしたら、あの高額な移籍金を使ってマグワイアを取ってきたから使わなければならないっていう風に本気で言っていたのだとしたら、それは違うんじゃないかなと。間違いなくフロントが、まあ、交渉に出ていたことは間違いないけれども、監督のゴーサインなしにハリー・マグワイアの獲得に出るかって言われたら、
さすがにそれはないと思うんですよ。いくらウッドワードであったとしてもさすがにそれはないと思うし、さすがに一声二声ぐらいは最低でもかけてると思うんですよね。ハリー・マグワイアっていうタレントと、まあ、交渉してますと。で、交渉がまとまりそうですけれども取って大丈夫ですよねっていう形で、間違いなくスールシャールと話し合いはしてるはずなんですよ。なのでスールシャールがもし高額な移籍金を使ったから使わなければならないっていうふうに言ってるんだったら、これはただの言い訳だろというふうに個人的には思うんですよね。だって自分が欲しいって言って自分がゴーサイン出して取ってきた選手なんだから、まあそれは使いたいっていうのはわかるけれども、使わなければならないっていう理由にはならないじゃないですか。自分が使いたいから使ってるんでしょっていう話に僕としてはなるんで。なのでロホに対しての言葉としては適正では僕ないと思うんですね。まあ自分が欲しいと思ったからマグワイアを取ってきてるし、マグワイアを使ってると。で、君のコンディションは整ってるのはもちろんわかるけれども、我々が目指すスタイルでこういう風に戦っていく上で君のこういうプレーがどうしても気になるから、ちょっと起用するのが難しいんだっていう風にもうはっきり伝えてあげるべきだと僕は思うんですね。なのでスールシャールは多分、まあ、人が優しいんだろうなっていうところは、まあこのコメントにも出てるし、多分ロホを傷つけたくないっていう意味合いも込めて、まあ、こういうコメントをもしかしたらロフに伝えていたのかもしれないけれども、まあ、プロの世界で、まあ、もちろん人の感情っていうのも当然絡んでくるけれども、まあ、選手のキャリアは一生に一度だから、本当にメリハリをつけてちゃんとね、言葉として伝えてあげるべき瞬間もあると思うんですよ。なので、まあ、スールシャール自身にも、まあ、問題はあったと思います。この発言もそうだし、まあ、当時の戦い方っていうところを考えても。なので、まあ、マルコス・ロホがそこに物言いしたいこともわかると。じゃあマルコス・ロホにじゃあ、悪いとこはないのかって言われたら、そういったわけではないですよね。やっぱりすごい荒いプレーで、まあ、激しいタックルでっていうところが、まあ、持ち味の、まあ、選手ですけれども、やっぱりちょっと足裏を見せたね、あのスライディングとかでもう本当に一発レッドになってもおかしくない。それこそ今はもう VAR が介入してますから、退場してチームに迷惑をかけざるを得ないような状況になるようなプレーも結構目立ってたじゃないですか。なのでよりクリーンに、なおかつうまく対応できるタレントっていうのは当然重宝されていくし、その激しさっていうのをうまくコントロールできるようなタレントだったら多分使われてたと思うんですよ。それこそ今のリサンドロ・マルティネスみたいに。リサンドロ・マルティネスは静かな闘志を燃やして状況によってその荒さは見せるけれども、うまく自分のそのフィジカル的な、まあ、優位性を持ってない部分っていうのをうまくその状況判断とか頭脳とかを使っていい意味でその闘志っていうのを使っていくじゃないですか。だからこういうプレーがもしマルコス・ロホにも使えていたら、できていたら多分もうスタートから使われてたと思うし、多分マグワイアじゃなくて君を使うよっていう風に多分なってたと思うんですよ。なので僕はこのコメントを見た時に思ったのは、やっぱりもうどっこいどっこいとしか思えないし、マルコス・ロホにも問題はあったし、プレースタイルの改善に問題はあったし、スールシャールはスールシャールで大きな問題があったっていうことだと僕は思うんですね。それに、まあ、ロホの発言の中でリサンドロ・マルティネスが今使われていることがすごく嬉しい、神に感謝してるみたいなコメント出してるんですけれども、正直リサンドロ・マルティネスは使われて当然のプレーしてるんですよ。でロホはじゃあ使われて当然のプレーしていたのかって言われたら、そういったわけではないので、ロホとリサンドロの、まあ、レベルって言ったらまあ失礼かもしれないけれども、正直そのセンターバックとしての格は正直違いがあるんで、今のじゃあスールシャール体制でじゃあロホがいたら、ロホが使われていたのかって言われたら正直どうかなっていうところもありますよ。まあ、それぐらい今のマンチェスターユナイテッドはリサンドロ・マルティネスを中心に、まあ、ルーク・ショーっていうね、まあ、センターバックも担えるようになってるタレントもいますから、でリンデロフもいますからね。正直今の環境になったとしても、正直ロホに関しては多分出番はそんなになかったんじゃないかなっていうふうには、まあ、個人的には思いますけどね。まあロホに対して、まあ、ちょっと厳しい意見を言ってるのかもしれないけれども、正直ね、僕の意見としましては、やっぱりマンチェスターユナイテッドがどん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 こう進化しようとしていて、成長しようとしている中で、確かに暗黒時代でプレーしていた選手じゃないですか、ロホって。まあ、間違いなくそうだと思うんだけれども、
やっぱりマグワイアのその扱いっていうところも多分相当慎重に多分現場も考えてしてると思うんですよ。まあ正直はっきり言うと多分放出候補だと思いますよ、マグワイアに関しては。でもやっぱり戦力として数えて、あのコンディションを落とさずにできるだけ最後までマンチェスターユナイテッドの選手として全うしてほしいっていう気持ちがあると思うんですよ。なのでそういった状況の中で、まあ、正直、まあ、クラブの OB とも呼べるロホが現状こうまとまっていかなければならないユナイテッドの今の現状の選手たちに対して、マグワイアに対して、まあ、こういったコメントを出すのは正直どうなのかな、もう少し歩み寄った形でクラブをサポートするような発言をしてくれてもよかったんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。うん、まあロホのプレースタイルもね好きだっていう方もいらっしゃると思うんだけれども、でもやっぱりねクラブの OB であることは間違いないし、6年間っていうね長い期間在籍してますから、やっぱり今のユナイテッドを、まあ、売れるような形でちょっとこうサポートをするようなね、マグワイアは頑張ってるよみたいなねぐらいの発言をしてくれた方が正直ね我々としてもね、あロホありがとうっていう感じになりますけどね。うん、やっぱり我々は、まあ、多くのマンチェスターユナイテッドのサポーターの方々は今現場で起きてることをやっぱり整理してどういうふうに進んでいくべきかっていうところを人それぞれが考えて、アイディアを持ってるじゃないですか。それはマンチェスターユナイテッドに限らず多くのチームのサポーターの方々もそうだと思うんだけれども、でもその中でマグワイアが確かに気になってるっていうところはもう多くのサポーターも分かってるし、多分現場も分かってるじゃないですか。テンハグとしてもやっぱり彼をなんて言うんだろう、この先もシーズン終了までしっかりと戦って全うしてもらうためにも、リサンドロとバランが今いない状況の中で、まあ、メンタルが落ち込んだりコンディションが落ちないように相当ね慎重に扱ってると思うんですよ。やっぱり外のメディアからいろんなこと言われてること、多分マグワイア本人も一番分かってると思うんでね。なのに、まあ、クラブの OB が今こういった形でコメントするのはちょっとどうなのかなっていうのは正直どうかなと思いますけどね。なんかユナイテッド愛を本当に持ってるんだったら、別にその意見を心の内に持ってるのは別にいいですよ。いいですけど、まあ言う状況は考えてほしかったですよね。うん、正直クラブのためを思った発言とは到底思えないし、まあ自分の意見っていうのをもう自分のその欲望のままにまあ出したんだろうなっていう感じのコメントとしてしか正直まあ捉えられないんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。うん、まあ確かにね、まあこういった形でまあ、盛り上げてくれるというか話題を提供してくれることは、まあ、私からするとねこういった活動している立場からするとありがたいことではあるんだけれども、やっぱり一サポーターとして YouTube で活動している松という存在ではない一マンチェスターユナイテッドのサポーターとしての私としてはやっぱりちょっとね気になる発言ではあったかなっていうふうにはどうしても思ってしまうのかなっていうところはありますね。はい、なので、まあ、ロホもそうですけれども、まあ、ディマリアもそうですけれどもね、なかなかちょっとこうアルゼンチン系のね人材となかなかこううまく噛み合わないですね、ユナイテッドはね。なんかリサンドロが本当に初めて噛み合ったんじゃないぐらいのね、まあ、ガブリエル・エインセとかもいたんでね、まあ、彼はちょっとまた別ですけれども、まあ、でも直近のアルゼンチン人系の選手で言ったらね、やっぱりリサンドロが一番フィットしてるのかもしれないね。ユナイテッドのこともそうだけれど、まあ出番を与えられてるっていうこともそうなのかもしれないけれどもね。うん、でもやっぱりまあガを出すっていうのもね、やっぱりアルゼンチンの、方の、まあ、特徴だと思うし、それがやっぱりスタイルに出ていい影響も、及ぼすんでね。実際やっぱりリサンドロもそうだしね。はい、とまあこういった形で終了したいなと思います。はい、ということで以上になります。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、皆さんのコメントをですね、待っておりますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。